ちょっとぶっ飛んだ店主さん、そしてスタッフさんのいるお店、もう珍しいも珍しいです。どんどん茶のオーナーの立石と申します。よろしくお願いします。チャレンジメニューの総数何個ぐらいあるんですか？今35種類ですそんな中、こちらですね、本日私が、我々がやるのは何ですか？タコさんウインナー1000匹ですどうぞ、ドラゴくんですありがとうございます。ありがとうございます。あと、お三方にちょっと改めて聞いておきたいんですけど、クリアする気になるんですよね。え、すげえうまいんだけど、俺これ結構考えてるわ。早く早く早くだお前本当にありがとうございます。はい、始まりました、サムライティング。どうも、こんにちは。場所どこですか？栃木県の佐野市ですね。はい、はい、トンドンちゃん2号店さん、はい、というところでございます。これサムギョプサルの専門店なんですけれども、なんとチャレンジメニューがおそらく日本一あるんじゃないかと言われている、ちょっとぶっ飛んだ店主さん、そしてスタッフさんのいるお店。間違いない。さっきチャレンジメニューどれあるんですかって聞いたら、こんな分厚いメニュー出てきて、40枚ぐらいあった。あれ全部チャレンジメニューです。やばいっすよね。すごいんです。のこちら店主さん、オーナーさんの、本日は川崎のとある名車をご紹介いただきたいと思いますので、よろしくお願いします。こちらです。72年式の川崎 Z1 という。僕ちょっとごめんなさい、詳しく分からないですけど、はい、Z1 もうほぼほぼ純正の状態なんですよね、これ。おお、はい、もう珍しいも珍しいです。これ価値の分からない人多分たくさんいらっしゃると思うんで、はい、簡単でいいんで価値が分かるようにちょっと説明してもらっていいですか？価値、金額でいいですか？じゃあ、分かりました。じゃあもうちょっと大野さん呼んでいきましょうか。今大野さん呼んでいきましょう。早いですかね、うん、はい、ということでアドリブで心よくお受けしてくださいました大野さん、自己紹介お願いします。ありがとうございます。とんどん茶のオーナーの立石と申します。よろしくお願いします。よろしくお願いします。立石さん、お願いします。皆さん、本日は、はい、あなたのバイク見せてください第1回ということで、はい、こちら僕、小川は詳しいんですけど、はい、僕ちょっと分からないんで、はい、僕そして視聴者の方に、はい、こちらの簡単な、はい、価値の説明というか、はい、をしていただけると嬉しいなと。あ、本当ですか。はい、川崎の昔のバイクなんですけど、川崎の Z シリーズってありまして、それの始まりのバイクなんですね。1972年の生産のバイクで、約4000台ぐらいしか作られてないんですよ。それは少ないんですか？世界で4000ですね。はい、そのうちの1台なんですよね。1台でプラスほぼ 99% オリジナルの車両ですね。外装から何から塗り直しなしですね。オリジナルっていうのはつまりどういうことなんですか？新車当時のままです。はい、ちなみにお店の質問もちょっとしたいんですけど、なんでこんなにチャレンジメニュー多いんですか？子供の頃からその元祖テレビチャンピオンですよね、はい、赤坂さんとかの時代からですよね。あ、もう大好きで、もうそっからですね。で、チャレンジメニューを作り始めたと、はい、自分のお店やったら必ずやろうと思ってました。今ちなみに12月、2023年12月6日なんですけれども、はい、チャレンジメニューの総数何個ぐらいあるんですか？今35種類ですしかも年内までなんか目標があるって。あ、40ですという、はい、めちゃめちゃ面白い店員さんいらっしゃいますんで、もしよろしければトントンちゃん、2号店さん来てみてください。1号店もあるんですよね？あります、あります。そんな中、こちらですね、本日私が、我々がやるのは何ですか？タコさんウインナー1000匹ですなんでそれ作ろうと思ったんですか？面白いかなと思ったんで。じゃあちょっと風の噂で聞いたんですけれど、ちなみに仕込みなんか結構時間かかったって聞いたんですけど。はい、1週間です1週間徹夜でした本当にありがとうございます本当にありがとうございますなので完食してほしいです。はい、ありがとうございます徹夜でした。ありがとうございます。じゃあということで、オーナーさんはこの後調理がありますので一旦、はい、はい、ありがとうございます。本当にありがとうございます。よろしくお願いします。ということで、はい、そんなオーナーさん、はい、そしてお店のスタッフさんに感謝をしながらなんですけども、我々だけじゃ無理だろうと今回。あ、そうですね。僕事前に調べたんですけど、1個がですね、13g あったんですよ。なんで 13? はい、なんで1000かけると13キロあります。しかも肉の固形っす。絵です。だから絵なんですよ。13キロ何マックスと俺とケンちゃんでやる。無理だよそんなの絶対。3人なら無理じゃん。どうするんすか？無理な、まあ無理ではないけど、やっぱさすがにまあ現実的じゃないんで、まあ、一応今回はゲストの方に来ていただいてるんですけど。誰ですか？紹介もします。どうします？
お願いします。しますか。はい、してください。お願いします。もう僕は今日6キロを食べてくれるんじゃないかという、うん、7は行くんじゃないかという期待を込めて、はい、はい、来ていただいたんです。いいですか。え、なんか食ってない。ハードル高いってどうぞ、ドラゴン君です。ダメでしょ、食べちゃ今説明聞いてました。で、じゃあ今回ドラゴン君を迎えて。そうです。え、じゃあ4人ってことですか。4人です。4人だと確か何分だっけ。120分。120分。いける。13キロ。いける。何キロ食える、みんな。わかんないっすよ、僕肉の固形って絶対そんな食えない。事前情報だと、しのけんくんは500個食べるのに3時間かかったですよ、一人で500個で3時間。3時間で、何がダメでしたって言ったら、顎が崩壊したって言ってました。食べるっていうよりか、もうやっぱお肉をずっと食べ続ける顎、3時間食べ続けても崩壊しちゃってきました。でもまあ、はい、2時間って猶予ありますんで、精一杯我々で頑張っていきましょう。やりましょうね。ということで、ね、今日はこんな感じで、はい、一緒にやります。ちょっと待って、ごめんなさい、ほんとごめんなさい。全部顔掘ってくださったんですよ。うわ、顔ついてる。もちろんです、もちろんです。ありがとうございます。ありがとうございます。早速、はい、いきますか。はい、太鼓鳴らしてくれるんです。お願いします。お願いします。はい、はい、それでは初チャレンジですね。タコさんウィンナー手引き4名ですか。4人でやります、はい、お願いします。4名だと120分で、はい、お願いします。お願いします。みんなで成功いっちゃって、3、2、1、スタート。ありがとうございます。本当にありがとうございます。よろしくお願いします。このね、上とちょっと下の方で調理が違うっていうのをお伺いしたんで、うん、なんか楽しんでみて。串一本ずついっちゃいますか。まず、そう、いっちゃいます。すごいな、これ。あの、精巧なタコなんですよ。だから顔がね、顔がちゃんとあるんですよ、うん、なんで、つまりこれめちゃめちゃ手間かかってるタコさんの、うん、うん、めちゃめちゃうめえ。食べ慣れた味だ、うん、いいね。うまい、うまい、うん、いいよ、これ。スクナの指みたいな。な、何本あるんだっけ、スクナの指。10、いや、だから5、20本20本ですね。スクナ500回だよ。うまい、うまい。もうこれガーッと、もうガーッと、え、すげえうまいんだけど、うん、俺これ結構ガンガンいけるわ。どういう味付けですか。なんかの油で炒めてる感じの、うんうん、ちょっとだけ塩分がほのかにあって、この魚肉ソーセージの美味しい部分のこの旨味が生きてるというか。魚肉だ。魚肉じゃねえのこれ、うん、あ、魚肉じゃねえか。肉じゃねえ。どういう舌してんの。タイマーだけかけておきますね。時間目になると思う。はい、はい、うまい、めちゃくちゃうまい。しょっぱく結構取りましたね。うん、あとお三方にちょっと改めて聞いておきたいんですけど、はい、クリアする気なんですよね。うん、はい、わかりました。頑張ります。サムライキング今結構油持ってきてるんですよ。ああ、いいじゃないですか。本気ですよ我々は。これオーロラソースにしていくとバリうまいね。これえ、まあ、さん もう買った買っちゃった。鈴木さんのあれですね、調味料。なんだよ、ドラゴ君めっちゃ侍出てくれてるじゃないですか。はい、でもいつもマックスからドラゴ君来るとかないんですよ。え、あんまり現場行ったら、あ、ドラゴ君今日来てるんだみたいな感じから始まっていて、なんだそれ。で、なんかで、僕もなんか無茶ぶりで今日出てくんないですかみたいな、いいっすよみたいな感じになっちゃってるじゃないですか。で、うん、何度も何度も続いてて、いや、ドラカ君のチャンネルに僕ら出たりとかコラボしないと失礼だと思うよって言っても、そうだねぐらい言って全然。それだとあるな、はい、なんで、ちょっとこの間なんか一緒にやらせてもらえませんかっていう、はい、お声掛けをさせていただいたんですけど、なんかマックス単体はあるけど、このグループっつうか何つうかでコラボってのは、ね、初めてですよね。確かに。
うまい、めちゃくちゃうまい、マジで。うん、タコの吸盤が口の中にくっつきますね。吸盤にねえだろ、口もね。うん、ジュッてなるよね。うん、めちゃめちゃキスしてるよ。すごい、タコさんキスだから。サムライエンディングいつもどうやって会話を回してんの？ねえ、うん、普段こうですよ。ツッコミいないじゃん。だから低評価ばっかり飲んでる。5年経ってんですよ、チャンネルやって。まあもうあっという間ですけど、それぐらい経ちますよね。で5年、そうですね、5年の一番最初の当時のディレクターは、うん、結構制作コリコリの人なんで、はいはい、ちゃんと考案表とか企画書とか書いてやるんですよ。で一生懸命構成考えて、はい、前日に渡して、はい、現場来るじゃないですか、はい、全部無視するんですよ。全部無視して買ってと。この親父は本当に最初の初期はそれでしたね。だそれで今のスタイルになっていったって感じなんですね。そうです、そうです。組んでも無視するから、この状況こんな感じでいいだろうと。シャプシュ見てないし、見ろや。で次のジェネレーションになって、はい、今ケンスケがやってるんですけど、はい、ケンスケは最初から僕らがこのスタイルだから、うん、ディレクションをする必要がないんですよ。確かにね。なんでディレクションできなくなっちゃって、逆にしてくれよ。オープニングとかも全部勝手にやるから、もう今日は短く撮りましょうねって言っても、うん、10分だったり20分だったりですよ。まあ持ち味ですからね。終わりな。餃子1本できるもんね。すげえですね。うん、本気なの。俺の場合のんべんだらいだったら絶対ダメだってのも分かってるから、俺はマジでガオバレに来ますよ。じゃあもう1時間後には、うん、動けなくなって。でもそんぐらいの覚悟で臨んでる俺は。逆に今鈴木さんに聞いても参考になると思うんで、岩さんどうなんですか今こう食べてみて。わぁ、溜まってきてる。まぁ、考えてない。なるほど、考えたら負けだと。負けでもいつもやる、こう食べるときは何も考えてない。考えたらマジで終わる。一緒にソースが追加されました。これはいいぞ。あ、合う合うな。うん、今何キロ残りが944。何で分かる分かる分かる。9.44 ですよ、うん、残り。今このお皿乗ってるのが 9.44。 めっちゃ減ってんじゃん。もう減ってる減ってる。うまい。これバーベキューソースです。うわ、うまい。あ、美味しい。あ、うまい。あ、うめえ。一気にマックが。あ、マックが。これうまいな。あ、このバーベキューソースかもしんない。まあまあウーロン茶使ってない。鈴木さん早いんですよ。水分の減りが。喉かい。や、結構時間経ってるの早っ。え、もう時間経ってる。もう10分ぐらい経ってます。早っ。ペンちょっと食べないよ。もうちょっとしたらそのヤンニョムソースの、もうこれはもうこれ1キロで1回ずつ味変えてももう全然いくらでもって感じ。そうそうそう、うん、じゃあもうどの子一人で行けんじゃないですか。行けなくないです。どのチャンネルジャックしておいて。好き勝手に。行けんじゃないの。行けるわけねえだろ。いいのや、この量。ダメだ。やっぱ突っ込んでくれる人より嬉しくなっちゃいますね。いいバランスで。いや、結構減ってるって。減る減る。今までチャレンジやってきてさ、上の方が減ってきたらさ、減った減ったって思うか。思ってやってきてんのねえ。俺らは確実に未来に向かって歩いてる。ああ、そいつはすげえ。今電話したらガデューさん来んじゃないですか。ガデューさんの扱いすごいひどいですよね。ガデューさん月に 2,3 回ある。そうなんですね。いろんなところでどこ行っても。どうしたオーナー。伊勢、素晴らしいペースです。素晴らしいペース。今何キロぐらいですか。今4キロ減ってますね。うわ、いい。はい、4キロ減ってます。余談ですけど、1000個じゃないですか。オーナープラス念のためにあと300個用意してたって言ってたんで。何のための念なのか分かんない。チャレンジメニュー。知られへん。何のための念なのかと思って。じゃあ期待されてんだよ俺らは。ありがたいことだよ。
やばいっすよ、マジ。ちなみに今この今乗ってるのが奈良での地球です。え？今乗ってるこのものあるのが7.1キロです。マジで？そんなに減ったの？結構やってます。本当に7キロだと。はい、ちょっと怪しいんだよ。うん、7キロすごい。あ、7.1 っすね。ちょっと追加します。全然長くないですよ。300匹あげてるんで。お皿抜いて乗せてくれてるからお皿完全抜かれてると思う。もちろんタブだけで。お皿も抜いてある。はい、野菜も全部抜いてます。逆にお皿入ってたらめっちゃテンション上がったのに。うわって。お皿が2キロぐらいです。そうですよね。葉っぱうめぇ。葉っぱくるな、お前。葉っぱうまい。葉っぱうまい。ほら、こうやってそこ見えるとちょっとテンション上がる。確かに。うん、マジでいけると思うよ、これ。ちょっと問題発言かもしれないですけど、本当に120分でやるんですか？当たり前だろ、これ。何言ってんだ、お前は。やらせはないんですか？ないよ、僕は。そういうの一切そうないし。大阪王将の全メニューもそうでしたね。マジ。当日行った時に前日からメニュー増えてたのみたいな衝撃でしたけどね。え？まあ、カレーライスとかその撮影の前の日から始まったんですよ。へえ。なんで、うん、まあ言わなければっていうのは正直あるじゃないですか、うん、でもそれやっちゃったらもうダメですよね。努力が全て無駄になるっていうので、全部そのメニューも入れてくださいって言って、一品メニューも普通の量とちょっと盛りっていうのがあったんですよ、うん、あ、ありましたね。あれもいいんじゃないか説がちょっとふわっと出たんですけど、まあダメだと、全部やんなきゃダメだと、やりにかないってなって、あれも全部やりました。あったら多分おかしいよ。4.89 です。残り4。マジで4.89 キロですね。もう5キロ切ったの。マジでいけると思うよ。いけるね。全然いけるんだろう、マジで。顎がちょっと使うだよね。最初の頃、これめちゃくちゃうまいっすねしか言わなかったもん。今は違う、すごいいっぱい喋るから。俺のここ感じたの素晴らしい。ここは感じたけど、味覚は間違ってると思ってますよ。え？ほんと、あ、まあ、パンちゃんの居酒屋までいいものの、ラーメン食って一口で調味料ガンガン入れてうまいっすね。それもそうな、それもそうな。すぐ味変するのよ。よくない、それはよくない、ほんとに。なんかさ、あんた自分のこういうのみたいな。それでまさかさん行った時に、マックスが明太クリームうどんめっちゃうまいって言ってくださったんですよって言った瞬間、キングと僕がハモって、マックスかって完全シンクロしちゃって。食べてない。うわー。でもお店の人に、いや美味しいのはもちろん存じてますけどって話はしてますよ、ちゃんと。マックスの名前出すとちょっと評価下がりますよってお店に伝えて。ちょっと待てよ。いやでも、え、うまいですか？うどんうまいじゃん。めちゃめちゃ、この間ドラゴンって電話で紹介したとこですよ。群馬の、はいはい、笹崎ですよね。あ、めっちゃめちゃうまいんですよ。冷やのも食べてほしい。オンと冷やがあるんだよ。冷やの方はうどんのコシが超わかって、なおかつマジで、ちなみに常連さんがいたから話したんだけど、みんなうまいって言ってた、やっぱり頼むって言ってた。これマジでうまいから、本当に。いや本当に美味しくていいメニューなのに、鈴木さんが美味しいって言った瞬間に信憑性なくなっちゃうから。そこはやっぱちゃんとやってくんないと。で、僕だけだったらいいですよ、なんか、うん、キングもなんか出てたんで。みんなね、まだね、あれ、俺ちょっと3歩ぐらい先行ってるから、ようやく追いついてくるよ。でも戸川さんちのお家にお邪魔させていただいたときに、なんかパスタ食って、これすげえうまいっすねとか言って、それ戸川さんのお母さんが作ってくれた、奥さんが作ってくれた料理じゃなくて冷食だった。うまいわ。いやあ、んでこうテーブルいっぱい全部出してくれて、ほんと全部美味しかったんですよ。で、今日一番美味しいのこれなんすよとか言って、冷食美味しいって。お前はよ、おっさん、お前は。いや、
それっぽい雰囲気でダッパーの顔ってはいみたいな、これはよかったら作りましたみたいな、食べたら分かるやろ冷蔵庫のおかげで、どうよ今何キロ、すげえ減った、残り 4.46 キロですね、マジでいけるこれ、なんか、なんかあるやん、なんかある、え、有吉センター、まさかまさか、これさ、確かに下にね、器がなんかかぶさってるんですね、開けてみる、パンドラの箱もパンドラの箱、何もなんか何も入ったかったらすげえ安心する、いくよ、マジでいくよ、何いるわいるわ、うおー本物だ、何これ、いいダコです、いいダコです、うわー本物だ、これやこれは、一匹に顔のされてるんですか、はい、それはおまけです、かわいいな、もう全部計算してくださった、はい、すんばらしいや、めっちゃテンション上がったすごいね、すごいね、どっちが本物かわかんないね、わかるだろ、こっちが本物のとこなんじゃないかなと思って泳いでねえだろ、これでこんなにねえだろ、補強期間も何も伊藤ハムみたいな、どうなんか家帰ったら相当疲れてるんじゃないですか、いや、帰ったらすぐ寝るよ、ちっちゃいかわいい、これ食べてみたいな、かわいい、かわいいな、なあ、いただきますね、仕込みました、うまっ、みました、ちょっとこう醤油系の風味で、これはすげえ美味しい、地方のちゃんとした韓国料理屋なんでいいだこしっかりいいだこ、間違いない、めっちゃ美味しいこれ、うまい、これ韓国料理屋忘れられちゃったこれ僕佐野ラーメン屋さんだと思ってましたなるほど、これおい、ウィンナーよりこっちうめえわ次やりましょう、頑張ろう、イラコ千匹、イラコ千匹、うまい、楽だしね、うまいですね、これ、うん、これめちゃくちゃ美味しいわ、想像してたでしょ、全然違った、うん、じゃあこれ今日クリアできたらイラコ千匹やろう、うん、お、もう4キロ切ってますよ多分、あ、切ってる切ってる、うん、マックスすげえわ、これね、あのお母さんとやっぱ視聴者にちょっとあの問題出したいんですけど、はい、マックスこの量食べてでもこんなに水分飲んでも、うん、まだいけるんですよ、うん、これなんでか分かります、なんでか分かる、普通のあの丼物とかラーメンとか大きく違うとこは1個あるんですよ、え、違い、どの部分ですか、こんなに水分飲んでも、うん、要は全然まだこのガンガンいってる、いっていける状態である理由、え、なんだろう、でもバカだからとしか思ってないですけどまあ正確、正確かは分かんないですけど、うん、視聴者どうですかね、分かりましたか、これって肉類って、まあ、水分吸わないんですよ、なるほどね、水分取っても流れていっちゃうんですよ、イカがどんどん次々、だからあんまり胃の負担になりづらいんですよ、この食材って、ね、そうですよ、だから多分今マックスもう これ3杯目飲んでてそれでまだこの表情でいられるっていうのが多分そういう理由なんじゃねえかな、確かにそうっすね、うん、あ、そうだ、多分これカツ丼とかでこの量で飲んでたら死んでますよ、なるほどね、そうそうそう、よしって言ったら足だけしかダメねこれね、食べるのをやめれないっていうのがね大事だって知ってるの、少しずつでも、でもさ、そのままじゃダメなんだよね、知ってる、もうウインナーの向こう側行っちゃってるからめっちゃだからもう追い越した、追い越した、パーン、あと何キロよ、でもそれこれ言っちゃえば1.5です、1.5だよ、
ちなみに聞いていいですか、今何割ぐらいなんですか。今6割ぐらいです。まあまだ抑えてるんですか。まあまあまあ、ずっと走れるぐらいのペースで食べてます。すごい。ちなみになんですけど、はい、残り40分ぐらいです。足だけ先に食うスタイルでいくわ。いやそれ最後残す意味あるんですか。あれ頭の薄い意味はあるんすか。まあスタイルの問題なんですか。いや、あの足食べて頭食べるの分かるんですよ。足食べて残して足食べる意味が分からないなと思って。足食べやすいよ。民間学校とかでさ、うん、みんな坂道疲れだしたし、山道の、うん、後ろ向きで歩いてる楽だっていうあれあるじゃん、うん、あのパターンで食べます、その食べ方。え、使ってもいいっすよ。使ってもいいっすよ。足先に食べるスタイル。やってる、ほら。あ、気持ち楽だわ。どこ行ったかい。ほんとっすよ。足先食べた方が楽っすから。マジでうまい。食ってみて、食べようもん。こんだけ肉食った後に何にもドレッシングかかってないな。甘く感じますね、野菜が。めっちゃ美味しい。こんなに野菜美味しいと思ったらやった。フルーティーに感じます。どんぐらい、どんぐらいフルーティー。もうあの、イチゴとかより全然美味しいです。シチュエーションですね。まあ、都市前のプールで食べるラーメンバカうまいじゃないですか。それで、あれと一緒ですよね。無駄に胡椒入れちゃうし。早く。食べきれない。強っ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 。みんな一口もらっていい？すげえ。じゃあさっきのやつ食べきったんですね。なんか食べましたよ。えぐ。20分 200g って怖い数字じゃないんですけどね、本当は。
三十秒。あ、十秒十秒。うん。オッケー。オッケー。すごい。すごい。ということで、タコさんウインナー1000匹超ギリギリで完食、チャレンジ成功です。1点だけ、お店さんの計らいでいいタコを持ってもらったんですけど、こちらはそのタコさんウインナー1000匹の中に含まれないとのことなので、まあ、チャレンジ自体は成功ということで、どうでしたか？久々にガオ以外で全力疾走した気がしました。笑いとかありながらも、エンタメな部分ありながら、最後本当になんかこう気持ち一つとなって、ゴールに向かっていく様が楽しいなというか、そしてくれてきたのが本当に嬉しかったです。おはようございます。岩さん、いや、微力ながらご一緒させていただいてすごく光栄でした。もうちょっとドラコくんいけるんじゃないかなって思いながらずっと食べてたんですけど、そっちまで余裕ありましたよね。タリゲオンチャンネルだからな、考えちゃうよね。考えちゃうんですよね。うん、分かる分かる。本当に本気だったのかなと思ってるんで、ちょっとで、まあこれに懲りずに最後頑張ったんでしょ。あの追い込みを見て、まだいけるんじゃねえかなって。お前は人としてどうなんだ本当に。ありがとうございます。いや、もうドラゴンくんのおかげです。そういうとこあるでも、ツンデレだからさ、本当はめちゃくちゃ嬉しいと思う。いやいや、よかったです、よかったです。でもなんか、ゴーグルと見て、でも改めて僕、こっち側が多いんですけど、仕事上。すいません、コーラお願いします。しゃべってないわ。こっち側が多いんですけど、やっぱこっち側に座ってやらせてもらうことで、やっぱやってる方の気持ちとかいろいろ改めて分かるんで、すごく良かったなと思います。いや、良かったです。はい、ありがとうございました。ありがとうございます。じゃあ最後、ドラコさん。はい、マックスとのコラボはたびたびあり、サムライティングさんでの撮影もたびたびありなんですけど、全面的なコラボっていう形での撮影自体は初めてだったので、なんかどういう形になっていくのか、動画はどういう風になっていくのかっていうのは正直見えない見えないながらも気になるまあやってったんですけど、まあね、単純的にちょっと感触もできて、ね、まあ、いい感じでね、撮れ高もありつつで、ありがとうございます。まあどう動画としてね、どこまで使えるかは正直ちょっとわからないので、編集してみてって感じではあるんですけど、おい言ってるやろが今動画としてね、編集してね、どういうこと使えるかわかりませんけど、いろいろすぎてもそういうね、まあ、今日の動画に関してもね、とても充実した楽しい撮影になるんじゃないかなと思います。お帰りください、コーラ。何だよそれ、僕もコーラ。本当に、うん、ドラゴくんあっての侍でした。本当に今回は本当ね、幅広がったのもあるし、何より本当もうドラゴくんがご協力してれたおかげでできました、うん、そして何よりやっぱトンゴンジャーさんのね、この1週間の努力が、そうですね、この結果に伝わったと思う。ラジオのトンゴンジャーさん、ありがとうございます。ありがとうございます。ありがとうございます。ではこれに、これぞ次のなんかね、また新しく今度挑戦させてください。チャーシュー千枚も切れてる。うわ、やだー。すげえやだ。千枚千枚やだな。10個以上でしょ。10キロ以上あるといろいろ。チャーシューはきついわ、きついわ。とりあえずこれはお持ち帰りさせていただきます。はい、ということで、はい、今日はトンドンちゃん2号店さんからお送りさせていただきました。はい、じゃあ最後、視聴者の皆様にご挨拶お願いします。カチューゲッチューアイワンチュー。はい、OK です。何も閉まってねえぞ、お前。なんでわかるの、全て終わるみたいな。